ただ記者会見になります。はい、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。まあ、国会もいよいよ終盤になってまいりまして、今日の報道によりますと臨時国会の延長はないということですので、12月の9日で閉会をする運びになりそうです。ところが、まあ、ここしばらくはですね、前回も申し上げましたが、もう日本列島紅葉が終わろうとしているにもかかわらず、国会だけが桜一色ということでございます。まあ、この週末私も地元でいろんなイベントをまた報告会等出席をしてきましたが、もうほぼ全ての方がアホちゃうかという受け止めです。まあ、メディアの方では聞くところによりますと、特にテレビなんかではその視聴率が上がるというようなことだそうでありますが、一般の国民は何ら関心を示していません。そんなことより年金、医療、介護、子育て、消費税増税の際に抜本的な改革をすると国民と約束をした、この社会保障の問題であるとか憲法改正の問題であるとか、まあ、若い世代の皆さん方は子どもたちの大学受験の話であるとか、そういうことをきちっとやってほしいということをほぼ全員の方がおっしゃっておりました。まあ、国会の常識が国民にとっては非常識であるなということを、まあ、改めて感じました。まあ、やや自民党としては支持率が下がっていますが、まあ、野党側は全く上がらないということが私が直接お聞きをしてきた国民の皆様方の声が反映されている結果ではないだろうかというふうに思います。また現実の国会の方は先日本会議において会社法の一部を改正する法律案の採決がなされました。この法律についてはですね、我が党の政調会で再三、まあ、議論をしてまいりましたが、やはり少数株主の発言権等を、まあ、制約するということにつながるという、まあ、結論を得まして、遠藤国対委員長を筆頭にですね、この会社法の修正を求めてまいりました。自公が自民党公明党がそれを受け入れてですね、結果、まあ、いわゆる野党である立憲、国民、社民、無所属の皆さん方等も我が党が修正をかけた案に賛成という結果が出ました。私はこれがやはりあるべき国会の姿ではないかなというふうに思います。野党が言っていることだから絶対に言うことを聞かないという、まあ、ことではなくてですね、自民、公明さん、与党側もやはりおかしいと思えば修正はしてくれるわけですから、ですからその方向でですね、他の野党もやはり真面目に政策議論をして、A 案と B 案を戦わせると、そういう、まあ、国会にすべきではないかなと。まあ、我が党は口だけではなしにですね、有言実行でそのことをやっているという、まあ、結果の表れだというふうに思います。いよいよ明日はですね、衆議院の方では憲法審査会が開かれます。まあ、実りの多い海外視察であったという報告が前々回なされまして、前々回前回と海外視察に絡む自由討議というのが開かれました。なんと明日もですね、海外視察関連の自由討議を行う。まあ、随分熱心に勉強されてこられたわけですから、それを議論し合うということは大変、まあ、結構なことだと思いますが、もう繰り返しになりますが、国民投票法の改正案については採決はさせないという野党の一致した姿勢であります。これなぜなのかと、国民が理解できないんですね。自由討議するのは結構です。しかし国民投票法も形式的な改正であれば採決したらいいでしょうと
というのが、まあ、国民の率直な声でありますので、与野党ともにこの国民投票法改正案についてはですね、消極的な姿勢であるということは前回も申し上げた通りでありますので、きちっと報酬に見合う仕事をしていくということをこれからも求めていきたいというふうに思います。また国会改革絡みで申し上げますと、本日ですね、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会、いわゆる拉致特ですね、拉致特で大臣所信が行われます。もうゴールが9日というふうに見えてきているにもかかわらず、この段階でこの特別委員会を開くというのは、私から申し上げますと完全なアリバイ作りだというふうに思います。これも繰り返し申し上げてまいりましたが、例えば地方議会ではですね、特別委員会を設置して1年間議論をすると、年度末にはその報告書というのを取りまとめます。その上で来年度以降も特別委員会を設置するかどうかという協議をするということが通例になっているわけであります。国会だけがですね、開催もしないような特別委員会をずっと設置をしてですね、全く改革をしない、スクラップ&ビルドを遠藤国対委員長の方から再三再四求めていますが、やらない。これ正直な話はですね、このポストをですね、委員長ポストを野党側に与えるために、もう何でもいいと、特別委員会の中身じゃなしに特別委員会の数を減らすことはできないということが与党側の本音だと思いますし、野党側もですね、なんとか特別委員長というポストをもらってですね、地元で嬉しくその肩書きをひけらかしていい格好したいと、委員長手当も欲しい、車も乗せて欲しいという、お互いの利害が一致している結果、こういった状況がずっと続いているわけであります。もうぼちぼちですね、我々の声を聞いていただいて、この特別委員会の改革についても取り組んでいただきたい。これは通常国会、来年通常国会に入ればですね、改めて、与野党に申し入れをしていきたいというふうに思います。続きまして、お手元にまだか、今から お配りをさせていただきますが、先日大阪・関西万博準備委員会から現状の万博の準備状況等の説明を聴取いたしました。それを受けてですね、日本維新の会といたしまして、大阪・関西万博推進本部というのを設置いたしまして、全面的にこの万博の準備、また開催についてサポートをしているという体制づくりを行いましたので、ご報告させていただきます。万博の方はですね、現実的な事務手続き等に今入っておりますが、先般の説明では開会時期ですね、開会時期が当初ゴールデンウィークになっておりましたが、いきなりゴールデンウィークを迎えると混乱が生じるという理由で、2、3週間程度前倒しの開催を考えているということでございます。そうなると4月の上旬頃と開催時期がなってまいりますので、準備もですね、スピードアップをしていかないといけないと思います。ご指摘いただいておりますように、交通インフラ等の脆弱さというものがございますので、会場等をどういうふうに、会場輸送等をどういうふうに活用していくか等ですね、国会の方でできることは全面的に協力をしていきたいというふうに考えています。また先ほどの役員会では同意人事について今回32名個人情報保護委員会やカジノ管理委員会等の同意人事が提案をされています。本日の役員会で賛成ということに決定をいたしました。
続きまして、今週週末11月30日の土曜日14時から党本部で常任役員会を開催いたします。一部衆議院の支部長要は、公認候補予定者を決定する予定で、ございます。また常任役員が終了後の会見で発表させていただきたいと思います。先週の末には東京、大阪両方でですね、維新塾が開催されました。東京の方では、音喜多議員が特別講師ということで、講演を行いまして、現在80名を超える登録者数、東京維新塾ではございますが、その8割程度、60名余りが参加をしたというふうに報告を聞いております。大阪では松井代表、また浅田塾長が講演を行って、経済ジャーナリストの須田さん、須田慎一郎さんの講演をいただきました。参加人数150名ということで、いよいよ来年から正式な大阪では維新塾が始まります。まだ若干の余裕があるということですので、ぜひ我こそはと思う方は、ご参加をいただきたいと思います。あとはですね、最後に地方選挙関係ですが、先週日曜日24日に、埼玉県の朝霞市、上尾市、両市で、市議会議員選挙が始まっております。我が党といたしましては、朝霞市に佐久間健太候補者、上尾市議会議員選挙には津田正則候補者、両名を公認をいたしております。国会議員も議会の委員会等の合間を縫ってですね、入れ替わり立ち替わり支援に入っておりますが、上尾市の市議会議員選挙が定数30名に対して41名の立候補がなされているということでですね、議員年金問題もありますが、地方議員さんの厚生年金への加入問題がありますが、福利厚生がきちっとしていないから議員のなり手がないということを盛んにおっしゃっていますが、現状30名の定数のところに41名、出馬をするという選挙もあるということを申し添えておきたいと思います。はい、私から以上です。はい、それでは質問のある方、よろしくお願いします。終わります。ちょっと冒頭あった桜分会ですけども、反社会勢力の人が出席していたとですね、あるいは、ジャパンライブの仕事班が出席していたというような事実が、後からちょっとずつ出てくると、この反社会勢力の人が参加したということと、こういう情報の出方が少しずつ明らかになってきたという、この2つの点について。冒頭からですね、この問題が発覚した冒頭から私が申し上げてきたのは、やはり事実は事実としてですね、きちっと、報告はしなければならないということは申し上げてまいりました。ただその、どういう方が出席してたかというのはですね、全て把握ができてるかといえばできていないと思います。おそらく私もいろいろ側聞しておりますが、名簿を提出されずにですね、白紙の招待状というんですかね、宛名のない招待状というものも実際には出回っていたというような話を聞きます。ですから出席者全員の身元を特定最初からできていたかといえば、それはできなかったというのが正解だと思いますけれども、そういう制度設計になっていることが問題だというふうに思います。ですから省庁関係の招待者名簿はあったと、結局そういうことなんですけれども、共産党の議員が質問した日に、
シュレッダー待ちであったその名簿がようやく順番が回ってきてシュレッダーにかかるというような、まあ普通の国民が聞けば明らかにおかしいなと疑問を、まあ、感じることが実際に行われているということについては我々も遺憾であるというふうには思いますが、今日冒頭にも申し上げましたようにもっと重要な問題が我が国にはあるわけでありますので、まあ、どこか違う場所でですね、まあ、集中的にそういう議論をしてですね、あとは、まあ、きちっと他の委員会等については審議を積み重ねていくということが必要だと思います。浦野代議士横におりますけれども、浦野代議士が所属している委員会においては先週はわざわざ理事懇の理事会の場でですね、野党が一致して桜を見る会を追及するという宣言までしているそうでありますので、まあ、国民からはなかなか理解が得れない、そういう状況だと思います。これはもう与野党ともにきちっと襟を正してですね、与党側も問題はすべて海を出してこれからの対策をきちっと発表する、野党側も、まあ、その問題はその問題としてきちっと本論の議論を積み重ねていく、まあ、どちらかが同時にですねそういうことを行わないと、どちらかが先にやめるというのはなかなか難しいんでしょうから、まあ、そういう対応を望みたいと思います。他にある方、一緒にお願いします。本当に大丈夫ですのでこれで終了いたします。はい、ありがとうございました。ちょっと面白いことが出るので何か苦笑い、苦笑い